が6年生何人ぐらい？6年生10人。参加されてる人たちってどの範囲から集まってるんですか？広野地区の住民の皆さんっていう感じですよね。そうですね。広野神殿大和会という会があって、はい、その方がメインですけど、あとは有志の方なんですけども、うん、誰がこれ、誰が何するってわからねえから、どうしようかわからねえはぎゃ。誰は誰に頼んで。誰それやって、それだって。あと、子供だが子供だで、自分がどの班生行くかって、多分あっちでみんな決めれるはずだ。あっちは3つ分けんねん。3つ。椅子変わったかも。船と、花盆店と、しないパターン。あとあれ、肌作りと。肌の。それさ、分かれ。俺の入社行ってきられる。わらのあれ、人形が欲しいの。人形が欲しい。俺、わらなんだよ。全然したことねえな。俺はもう、したことねえな。だから、すっとしてたのよ。なんとなくリーダー的な人っていらっしゃるんですか、ね、あの、マスクした人。あの人の氏子総代の佐藤さん。佐藤さんさん。あ、おはようございます。無線組の方もですが、今までコロナの影響で3年ほど中止しておりましたけれども、今回はやるということで、保存会の皆さんにはこのように多数お集まりいただきましてありがとうございます。まず天気の方も午前中は大丈夫だかなと思います。なかなかこれ今日の制作の方ちょっと時間かかるかもすいませんけれども、皆さんで力を合わせてまず頑張ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。これから開会行事を始めます。一、はじめの言葉。今日は4年ぶりの虫送りがあります。みんなの願いが叶えられるような良い虫送りができるように頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、2、児童代表の挨拶。今日は虫送りが決行され、地域の皆さんお集まりいただきありがとうございます。花咲絆学年初めての虫送りですが、みんなで協力していい虫送りができるように頑張ります。3、虫送り保存会さんの挨拶。虫送り保存会さんお願いします。おはようございます。おはようございます。4年ぶりの虫送り開催ということで、子どもたちは初めてですけれども、保存会の皆さんが大先輩ですので、つけながら体験していただきたいと思います。手間などしないようによろしくお願いします。保存会さん、ありがとうございました。4、児童の目標発表。船越市では教えてもらった通りちゃんと作って、みんなで協力しながら作るのを頑張りたいです。シナイバナーでは虫送りの大先輩の方々と一緒に協力して、皆さんが持ってきた花を使って綺麗なシナイバナーを作れるように頑張りたいです。花盆展班では、形のいい花盆展を作るために協力して綺麗に作れるように頑張ります。旗作りではみんなが願い事や目標を書いた旗を教えてくださる方たちの話をしっかり聞いたり、ファンの人と協力して願いが叶うように頑張りたいと思います。しっかりと伝統行事を引き継げるように頑張りたいと思います。これで開会行事を終わります。
はい、じゃあどうも開会式ご苦労様でした。じゃあ一応総当人が船みこし、あと中の方で花本店とか、旗とか、スナイバナを作りますので、それぞれに分かれて、お手伝いの方よろしくお願いしたいと思います。じゃあ分かれて動きましょう。よいしょ、はい、旗で犯人分けます。あれはあの、しばらくせえけど、なんなんなんおさむさんはずっと昔から関わってるんですか、虫送りは。めちゃくちゃそうだよね。うんうん、ずっとやったりして、その前なんぼかはと疲れてくる。うんうんうん、手伝いやったり。うんうん、おさむさん下げたった人、うんうんうん、85になったんだ。まあ、農家は今年から闇でな、この人畑であったんけ、うん、畑であって空海やってはそういねけよな、うん、あとこれ90もなったな、うんうん、水さんがそれ痛めた、うんうんうん、畑さ来たんけ、うん、後ろで今年4年ぶりに何度か来たば近所もらった人だか、うん、で、ほんで草が出てきてるよ、はあ、近所になったすごいな。おさむさんは今おいくつなんですか。でも今75、うん、俺もの3年前だけか、うん、入院したんだ、うん、だんだんそれからあって本当まだ本当にいいよ、うん、結構70代ぐらいの人が多いですか、皆さんは。記憶した人ですか。うん。あ、もうや。うん。80以上の人って います。いるいる。ああ。もう90つ。またが。うん。今日から初めて来た人だ。うん。何年かも生きてる。うん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 。今までだろこれ。いつも作った。うん。うん、でもこうやって協力してくれる人がの、うん、行っていくからってこうスムーズにのやってんだ、ありがとうございます。これはヨモギですか。はい。ああ。何本いたかわかりません。
はい、子供だ、いいねか。はい、こい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 。はい、子供だね。沖縄までやる。沖縄でやる。はい、これ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 、チェンジ、これ。これ、インポジト、あっちも持ってて、あっちもこれ持ってて。はい、いいじゃん。これは、これ。降りてる。
これ誰が用意しようか。6年生の思いに地域の人が応えてくれたっていうのも今回復活した一つの大きな要因になってるってことですよね。そうではないかと私は思っています。去年あの話だけ聞かせてもらって、総合の学習で調べるから築地御総代さんとかに来てもらって、実物も見せてもらって、でそういうこうやり取りをして、そういうストーリーじゃないかなと。あ、なるほど私としては、期待もして、もうちょっと頑張んねえんだな、やめっかと思ったけど、このままにし、そろそろ潮時が、いやでも続いてほしいものってすごくあって、続けるのは大変だけど、やっぱ今まで意味があるから続いてきたものって、やっぱこうやって小学生も関わってくれて続いてきたものは、やっぱつなげていった方が絶対地域のためになると思うし、でもこうやって実際来てみて大変な仕事なの初めて見たので、なんか子供がこう続けたいでさって軽く言ったことが本当にこう意味というか、確かに今になって改めて分かったというか、本当にそれをこうもう一回しようって決心してくれるっていうのは相当な思いだったんだろうなっていうのが、これを見て今気づいているという、やっぱりこうやってやっぱ力になってくれる人がいて、しかも技術が上ってるっていうのが素晴らしいですね。あの船のね、立体的なところとかね、すごいですよね。ごめん、6年生、簡単させるぞ。マジ出さねえぞ、いや。出すんでや。出すなしから、なしから。はい。交差でもいいぞ。お姉さんも刺すつもりやんぞ。大丈夫だ。どうやってたって。よしお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 
よろしく。よしこ。よくさ。よしこ。よしこ。今日何で一斉に行くの？どっちから？対面入れました。塩とよしこ。塩とよしこ。待てやってくっちゃさっと倒れねえしてや。バイバイ。また行く。よしお兄さん。よしこちゃん、バイバイ。よしに。よしお兄さん。よしに。はい、できた。よしに。よしお。よしお。よしお。今農業が、ね、はい、記念写真、記念写真とかだな、はい、全員招き、おいおいおい、俺たち4人の力でこいつを頑張る。写真撮ろう。はい、記念写真。そう感じ。後ろの後ろの方、うん、そう、そのあたり、そのあたり。はいはい。どうですか、完成したやつ見て。いや、すごい綺麗です。すごいの。うん、綺麗だ、ね。すごいですね。あのさ、竹の棒から、うんうんうん、あそこまであって。この技術が受け継がれてきてるのがすごい。そうですか、ね、初めての方もその中でもこうちゃんと完成してる。お疲れ様でした。大人の人はあっちの畳の部屋に昼飯で食べますので、どうぞ。ありがとうございます。プレー中の作業ありがとうございました。ありがとうございました。まず今年やりましたので、来年はもう少しよくできるのではないかなということで思っております。まず何もまだ一緒に、お願いしたいと思います。4年ぶりということ で私宮司、まあ、ここに宮司になって20年ほどになりますけども、八幡の万所さんとかあの辺の木の輪とかあの辺に、虫送りっていうのはあったんです。各集落、わらび丘の方にもありましたし、集落の村外れに夕方に土座敷いて、そこに、まあ、テーブル敷いて、そこで、ご祈祷して焼酎安全、五穀豊穣という形で、祈祷して、あと終われば治らいと公民館で下げ伸びという形の、まあ、お祭りをやってきたところでしたけれども、本当ここ来て初めてこういう船を作って、やるというところは、これは多分今の6月30日に名護市の大場ライン、あるわけです。半年の皆さんの罪汚れ、いろんなものを払うわけです。で、払って川に流すわけです。うん、それと同じ、虫送りも、ヨシを使って、船を作ってそこに人形を乗せるわけですけれども、あれは皆さんの代わりになって罪汚れとかそういったものを全部背負って船に全てのものを乗っけて流れていくという、払うとで、というかこの虫送りをしたあとは新しい半年間というか、これを繰り返していく神事だと思いますので、今日の虫送りで、本当に、秋に、美味しいお米が取れるように、なることを記念 したいと思います。はい、今日はまずご苦労様でした。はい、通していただいて、それから練り歩くとで、到着が学校で、終わりの会ということで、子どもが進行していただく。
こんなもんすよ、うん、こんな、うん、でもお技会の代表者の方お願いします。玉石時になりませる腹へとの狼たち心のままごと積み乱れあらんこば腹へ玉へ清め玉へと回すことを少し寝せと仕込み差し込みも直す。はい、一度お払いいたします。ご抵当ください。はい、お直りください。もともと子供の頃ってありました？私送りありましたね。あ、こんな感じだったかなというふうに思い出しながら、やっぱりあれ上の上で、うん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 、当時の6年生がやってたわけで、はい、自分たちの時は5年で40年これはね、こんなもん食べて立てたけど立てたもんね、これ
阿部彩斗です。なんで？いや彩斗何してんの？前から撮影出てた。待てんな、うん、今何してんの？どこさ行ってんの？いやまだ大沢で、まだ大沢住んでんな、うん、ありがとうだ。で2018年時も撮影してて、まあ、うん、あの頃んだ、うんうん、でまだ何あれしてんの？町づくりやってんの？あ、の集落支援員っていう仕事に関わってて、行事を始めます。1、はじめの言葉。皆さん、虫送りお疲れ様でした。次は、たくさんの人のお話があるので、しっかりと聞けるように頑張りましょう。これから、閉会行事を始めます。2、ひろのこ未成会長、佐藤淳さんの話。佐藤淳さん、お願いします。はい、皆さん、こんにちは。皆さんの精進が良くて、午後からは大変いい天気になりました。4年ぶりの虫送りということで、行事ができることをまず喜びたいと思います。この行事につきましては、まずコロナ禍ということでの4年ぶりでございます。特に昨年の6年生、その6年生の絶大なるこの要望がありまして、来年からはやってもらいたいということで、今回、催させていただきました。保存会のメンバーもだいぶこう様変わりしている方もおりまして、なかなか今日の午前中の作成につきましても、ちょっと大変だったんですけども、今回は普通ですとこの船見越しが2台、こちらの方の花ぼんてんが2台ということで出してたのですが、今年はまず1台ということで、まあ、久しぶりですのでちょっと練習しながらということで、開催させていただきました。朝から6年生の皆さんが
一生懸命お手伝いをしていただきましたし、この行列についても太鼓を叩いたり鐘を鳴らしてくれたり、あとみんなでこう花見越しを担いでここまで来ました。大変こう疲れたかなとは思いますけども、まあ、みんなで、この日野地域の虫よけをこれからも盛り上げていきたいなというところで今日感じたところであります。まず来年も楽しみにして、行事を続けていきたいと思いますので、今後ともご声援のほどよろしくお願いしたいと思います。今日は大変どうもご苦労様でございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。3児童の感想発表。うなみこし班では準備もみんなで協力しすることができて、うなみこしを担いでいる時もみんな一生懸命に声を合わせていたし、運ぶことができたのでよかったです。しないばな班ではその市内に花を選ぶ時に、例えばあんまり同じ色にならないようにしたり、なるべく同じ種類の花にしないように気をつけたおかげでみんなにも喜んでもらえたのでよかったです。花盆展では毛を曲げるのがすごく難しかったんですけど、地域の人と協力していい花盆展ができてよかったし、自分から一生懸命行動できたのでよかったです。旗作り班ではテープを貼り忘れたりなど失敗もあったけど協力して旗を作ることができたのでよかったです。4. お礼の言葉。日野の地区の伝統である虫送りをちゃんと主体性を持って取り組むことができました。今日は4年ぶりの虫送りでした。午前中6年生が五味線に行って、これは何ですか、などを作りました。校長先生ちょっとだけ見に行ったんですけど驚きました。ここには今地域の方何人くらいいらっしゃいますか。10人くらい。実際作っているところを見たらもっともっと、30人かな40人かな、もっとたくさんかなっていう大人がたくさん集まっていました。その人たちが声をかけて協力し合って作業を進めていました。そしてその手の先から次々とこういう虫送りの道具が作り上げられていきました。こんな風に虫送りの伝統行事が作られているんだなってすごく感激しました。虫送りは田植えが終わった後にお米に虫がつかないように豊作になりますようにっていう願いが込められているそうです。それから広野中を回って広野地区の悪い虫を全部集めてきて、それを流して広野地区のみんなが幸せになりますようにという願いも込められているそうです。こんな素敵な行事が広野に残っているということ、なんだかとても誇らしいなと思いました。今日は一日6年生の皆さんよく頑張りました。そして地域の皆さん、こんな素敵な虫送りを広野小学校の子どもたちに見せてくださりありがとうございました。話を終わります。6終わりの言葉。今日は4年ぶりに虫送りができてとても嬉しかったし、虫送りの大先輩の方たちとみんなで竹を使ったり自分のものを使って船だったりを作れてとても楽しかったです。これで閉会の行事を終わります。今日の虫送りですが、6年生とあと虫送り保存会の皆さん、地域の皆さんから協力して、実現することができました。皆さんの頑張りにもう一度大きな拍手をお願いします。今皆さんの目の前にある船みこしのですが、先ほど、神社の方でご祈祷してもらい神様の力がすごくついている、船みこしになっています。
旗とかしない花は皆さんに渡してお守りとして持って帰っていいそうです。なので、ちょっと順番にはなると思いますが、学年ごと呼びますので、その順番に取りに来てください。自分のお願い事を書いてる旗もありますが、それも含めてお守りになりますのでもらっても構いません。最後まで見てみてどうですか、この一日に。やっぱいい行事だなと思いました。まあ、大体の行事ってこの学校単位で終わったりとか、まあそう子ども会とか地区単位で終わったりするんですけど、こう学校から、ね、コミセンから始まって、で地域の方が途中で道路にいて小学生との関わりもあって、最後にこうやって全校生、地域の方含めて締められて終わるっていうのがなかなかない形だと思うので、いい行事だと思いました。地域中が一つになれるような行事って今だんだんなくなってきてるので、こういった形で残ってるのはやっぱりいいなと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。ちょっと保護者の方を代表して、はい、一言今日の感想とか。無理無理、午前中から参加してるのがいいかも。午前中から参加してるのがいいかも。大丈夫大丈夫、皆さんでちょっとの感想とか今日の。いや天気予報は雨だったんですけど、晴れで良かったですね。良かったですね。天気予報を守れたんで、晴れ男晴れ女なのか、初めてだったので、実際に作る様子とか見れて、で実際にこう回るところも全部参加できて、貴重な体験できて良かったと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。子どものすごい記憶に残るような貴重な体験だったかなと思います。すごい良かったです。ありがとうございます。4年ぶりということで、子どもたちもみんなで力を合わせて伝統行事を守ることできて、はい、来年も楽しくできるんじゃないかなって思います。はい、はい、ありがとうございます。準備から見られていてどうでしたか、はい、今日。なんかやっぱり実際見てこんなにすごいんだなっていうのが分かって、でそれに携われる子どもたちは幸せだなっていうふうに思いました。本当に貴重な体験をさせていただいてよかったなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした今日一日やってみて。あ、まあ楽しいといえば楽しかったな。すごいやっぱり綺麗にできましたよね。なあ、意外との、最初どうなんかなと思ったけど、経験しようがあんまり何年もしないなったら、来年は2つくらいできるんだね。準備だけだな。また来年もつなげていって、はい、どうも、うん、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。今日一日頑張り、6年生の頑張り見てみていかがでした。ずっとなんかよく分かんないけど、ずっと楽しみにしてたところはあったんですけど、子どもたちの広野の伝統を大事にしていきたいなっていう気持ちすごく強くて、今日それ実際やってみて、まあ、楽しいって思えるのはすごくいいことだなと思って嬉しい気持ちですね。私たち今年久々に途絶えかけてたものがこうやって復活するっていうのはすごく子どもたちにとってもいいことなんだなっていうのが、私としても勉強になったなと思いました。ありがとうございます。